はい、皆様、おはよう、ゆりっぴです。はい、ということで、今回は、じゃじゃじゃん。はい、こちらの9点メガキット、ボリューム5を紹介、開封していきたいと思います。それでは、スタート。9点メガキットには、9点一押しのコスメだったり、スキンケア用品だったり、いろいろ入ってるボックスとなっております。開けていきましょう。お、じゃーん、じゃーん、おー、たくさん入ってます。はい、ということでこんな感じにたくさんね入ってるボックスなんですけど、全12アイテム入っております。すごい、何個かね私が普段使ってる商品もあるんですけど、一つずつ見ていきたいと思います。1点目、イージーダム、イージーダムシリーズ3種でございます。と、こちらはですね、オリーブヤングアワード3年連続1位のニキビパッチでございます。ニキビパッチなんですけど、いろいろ種類があります。これは1センチ、まあ普通のサイズかなのニキビパッチ、これが1センチと 1.2センチ、ちょっと大きめのパッチの2種類が入ってます。そしてこれが夜用のニキビパッチになってます。これなんか42枚も入ってて、これ1個買っちゃえばニキビできちゃってもね、乗り越えられちゃいますね。そう、ニキビってねたまにできるんだよね。なんかそう、たまにできて、ちょっとそのために私ニキビパッチ貼ったりとかしてるんだけど、やっぱニキビはなるべくね早めに治すのが一番いいし、なるべくニキビができたところはこう保護したいというか清潔にしておきたいから、そういう時にねニキビパッチを使うとケアできるのでおすすめです。はい、次、はい、2点目はこちらでございます。はい、こちらはラビームのアフターグロウユズゲルマスクでございます。こちらはバッグなんですけど、なんとオリーブヤングのバッグ部門で1位を取ったバッグになっております。スリーピングパックの代わりに使えるパックのようで、まあ、寝ながら使えるみたいです。そう、ちょっと、ね、寝ながらパックってつけたことないけど、どうなんだろう。そのスリーピングマスクっていう点も面白いんだけど、ユズゲルマスクっていうところでユズを丸々配合しているパックで、シミとかトーンアップとか毛穴ケアができちゃうみたいです。あ、なんかあれだね、ラッシュみたいな感じなのかな。ちょっとね、個人的にあとユズめっちゃ好きなのよ。なんかユズの匂いとか、まあ食べるのも好きだし、ユズ酒も好きだし、ユズ好きだからちょっとね、これ使ってみようと思います。はい、次。はい、3点目。はい、3点目はこちら、コスノリのロングアクティブアイラッシュセラムでございます。このコスノリのまつげ美容液、ガチで何回もリピートしてるぐらいにはめちゃくちゃ推してるまつげ美容液でございます。多分ね、購入品紹介とかでも何度か紹介したかと思うんだけど、すっごくこれが良くて、まあ、価格もね1500円とかそんな高くなくて、まあ、栄養たっぷりのセラムが入ってて、なんか初めてまつげ美容液でこう効果を感じたのが実はこのコスノリのまつげ美容液でした。自分の家の洗面台のところに刺してるの。寝る前晴れやかってしてまつげ美容液つけて寝て、であと朝起きて顔洗ったりさ歯磨いたりするときにつけてっていうのをしてます。はい、次、4点目。4点目はこちら、銀1004のトーンブライトニングカプセルアンプルでございます。はい、スキンワンオーフォー、前ね、セットみたいなのを9点メガ割りの時に紹介したと思うんだけど、スキンワンオーフォーはもともとパックが好きで使ってたんだけど、今化粧水とクリームをメインに使っております。うわ、すごい、こんな感じで小さい粒が入ってる、美容液、トーンブライトニングっていうこともあって、たった2週間でくすみやシミが改善できちゃう、ツボクサエキスだったり、ナイアシンアミド、トラネキサム酸などが入ったアンプルになっております。ちょっとねこの美白系私すごくね好きなので、このたった2週間で実感できるってねちょっと気になりますね。ちょっと手に出してみます。お、すごい、カプセルがね入ってる。テクスチャーがちょっ
とろっとしてます。めちゃくちゃとろみがあるテクスチャーになってますね。でもこうスッとお肌に馴染む感じでベタつかないのもめちゃくちゃ嬉しい。あ、いいかもしれない。塗った後はしっとりふわふわした感じのお肌になります。なんかトレネキサム酸もシカも入ってるっていうちょっと欲張りな感じのアンプルなんですけど、ちょっとね使ってみたいと思います。はい、次5点目。5点目はこちら、アイオペのレチノールスーパーバウンスセラムでございます。はい、こちらレチノールになっております。アイオペってレチノールっていうイメージがあるんだけど、実はね私ねアイオペのレチノール使ったことがないんですよね。韓国系のビューティークリエイターさんのチャンネル見てるとアイオペのレチノール結構紹介してて気になってはいたんだけど、今までね実はね使ったことがなかったんです。こちらはレチノールとレチノイド4種類が複合で配合されてるみたいで、レチノールの中でも低刺激のようなので、あのレチノール初心者さんでも使えるんじゃないかなと思います。アイオペってめっちゃ効くんですよね。ミニサイズが入ってました。かわちい。お、すごい、こんな感じのクリームですね。あ、すごい。あ、なんか美容液みたいな伸びの良さというかテクスチャーめっちゃいいね。あ、すごいわ。レチノールってね結構クリーム寄りのものが多いんだけど、ほんと美容液みたいにスーってこう伸びが良くて、なんかみずみずしくて肌なじみがいいなと思いました。あ、すごい。私自身はねちょっとアイオペ使ったことがないので、ちょっとこの機会にアイオペ使ってみようと思います。なんかね7日間で効果を実感することができるらしい。はい、次7点目。はい、こちらイクリモリのダイヤリフト3000ショットでございます。ハリコスメ、ハリコスメといえば BT コスメティクスのニードルショットがめちゃくちゃ有名で、私も使ってるしレビュー動画も以前出したと思うんですけど、実はハリコスメっていろんなところがね出してるんですよね。こちらの商品も知らなかったんですけど、お肌の奥まで浸透される天然成分の微細なニードルが入ってるみたいです。で、成分としては、コラーゲンだったりシカだったりアデノシン、ナイアシアミドとか、本当に、ね、豪華な成分がここにね詰まってるみたいです。ちょっとねハリコスメ割と BT コスメティクスのニードルショットで私鍛えられましたので多分大丈夫だと思う。こんな感じです。いいね、線とかさ書いてあるから針の配合量が違うのかな。あ、やば、もうチクチクする。やば、若干もうチクチクする。あ、でも全然、あ、大丈夫だ大丈夫だ、全然痛くない。あ、うーん、チクチクする全然痛くないと思ったけど、それなりにまあまあチクチク、あ、まあチクチクしますね。あ、なんかあれかも、あれに近い唇のぷっくりさせるさやつを塗った後みたいなチクチク感がする。ハリコスメ慣れてないとちょっとびっくりするかもしれない。結構ねこれチクチクするんですよ。さっき私ねハリコスメ慣れてるから全然痛くないわみたいなことを言ったと思うんですけど、普通にちょっとチクチクする。 BT コスメティクスのニードルショットでもう私鍛えられましたので、低刺激のテストをしてるみたいなので、まあ、敏感肌さんでも一応使えるみたいです。はい、次7点目。こちらは、リアルバリアのエクストリームエッセンストナーでございます。安心と信頼のリアルバリア。なんかねリアルバリアはきしっとり保湿系の、スキンケア用品が多いんですが、トナーとエッセンスを一つに合わせたオールインワントナーとなっていまして、なんかめちゃくちゃ時短に良さそう。すごい、めちゃくちゃとろみがある。とろっとしたテクスチャーですね。あ、すっごいとろみ、とろっとろですよ。おー、すごい、めちゃくちゃいい。とろみがある系って結構ねたまに合わないことがちょっとあるんだけど、保湿しすぎると逆にニキビができちゃったり私するタイプなんだけど、リアルバリアは保湿系でありつつもしっとりさっぱりねしてるので、これね結構ねなんか良さそうな感じがします。はい、次8点目。はい、こちらはザ・フェイスショップの
ザセラピービーガンフレンディークリームでございます。こちらクリームなんですけど、お肌に優しいビーガン処方のクリームになっております。で、保湿とか弾力ケアを、してくれるクリームみたいです。で、このね、あのザ・フェイスショップって知らなかったんだけど、あの他の商品調べたら、このさ、アロエのやつね、見たことあるよね、お店屋さんとかで。これ出してるやつなんだなって。てか多分これも結構いいんじゃないかなと思います。想像と違うクリームだ。うわー、すごいしっとり系です。でもめちゃくちゃ伸びがいいから、こんなちっちゃいけど長く使えそうな感じ。おー、よき。じゃあなんか結構スペシャルケアみたいな感じのクリームだね。あ、すごいわ。中に白い透明のジェルっぽいのと白いクリーム2つ入ってることがわかると思うんですけど、まあ以前紹介したダルバの2種類入ったこうクリームがあったんだけど、それみたいな感じに近いのかなと思いました。あ、すっごいどりしたわ。え、なんかすっごいしっとりしてる今。次、9点目。こちらはダルバのウォーターフルトーンアップサンクリームでございます。はい、こちらはですね、私、現在愛用しております。これもね、あの、ダルバのボックスみたいなのを、あの、目変わり時にね、紹介したんですけど、それに確か入っていて、そっから使ってるんだけど、めちゃくちゃいい。あの、今使ってる、ちなみに、ファンデーションとかね、塗る前に、トーンアップサンクリームを塗って、てからファンデーションつけてるんだけど、わーって塗ってもう OK みたいなところがトーンアップ日焼け止めのめちゃくちゃ押してるポイントで、なんか若干こうピンクっぽい感じの色が入ってるんだけど、肌トーンに関係なく使える感じで、なんかほのかにこうなんていうのかな、カバーする感じが、肌がすごい綺麗な人っぽい演出をしてくれて、すごくねいいんですよね。あのずっと乾燥肌に悩んでたんだけど、ファンデーションが割れてきちゃうぐらいに私乾燥に悩んでたんだけど、あのそういう時でもこれだったら割れないし、すごくしっとりするんですよね、お肌が。でさっき言った色っていうのがこんな感じなんですよ。で、はい、なんか若干ピンクなんですね。こんだけしか使ってないのにこんな伸びてさ、だから少量で伸ばせるし保湿力があるっていうのがすごいね、いいんだよね。こっち塗ってない方と比べると若干ちょっとこう塗った方がツヤ感が出てると思います。なんかこのツヤっぽさがすごくいいんだよね。あの本当に絶賛愛用中でございます。はい、次10点目こちらです。こちらはグリントの、スティックハイライター、お色が03番でございます。グリントのハイライターを結構好きで使ってて、今もこのこことこことこことここ、主にこう中心部、顔の中心部のちょんちょんちょんっていうところにつけてるんだけど、ラメを使ったコスメが多くて、口紅とかにもキラキラーっとしたラメが入ってる商品とか、とにかくね、ラメが可愛い商品を出してるっていう印象があるんだけど、そんなグリントのスティックハイライター気になるじゃないですか。ありがとうございます。すごいクリームみたいなパッケージです。おお、こんな感じだわ。わあ、すごい微細なラメ。ラメが可愛い。03番はなんかピンクっぽい感じ。結構こう太いんだよね。使ってみます。はい、あ、すっごい可愛い。うわ、見えない、くそ見えない。すっごい細かいラメが入ってて超可愛い。なんか濡れ感がある感じのハイライターというか、で細かいラメがピャーって感じ入った感じだから、夏場とかこの鎖骨とかにピャーって塗ると可愛いかもしれない。はい、次11点目はこちら。フィーの、リップ&チークブラーリー。お色がこの色らしいです。なんとこのリップ&チーク30色もあるらしい。イエベ向けだと助かるな。リップ&チークってことは、チークにも使えるし、リップにも使えるしみたいな、結構便利そうな感じの。めっちゃ可愛い、見て。なんかめっちゃ可愛い。なんかちょっとこう吹き絵のり的な、文房具的ななんか可愛い感じもありつつ、なんかキノコみたいななんか可愛いありつつ、なんかすごいポップな感じで、とにかく可愛いパッケージと気になるお色。パタン。うわ、めっちゃ合うから。
超赤。これ私合うかな。あ、すごいマットな感じ。見て、めちゃくちゃマット。こう見て。え、おもろい。見て、ぼかしてめちゃくちゃボケるね。え、めちゃくちゃボケて使う。え、かわいい。え、見てほら。ふわってなってる。え、楽しい。なにこのぼかす作業めちゃくちゃ楽しいな。はい、こんな感じですっごいぼかすことができました。めちゃくちゃ赤っていう感じの色味を想像したんだけど、結構オレンジ赤っぽい、なんていうのかな。なんか、なんていう、スカーレットオレンジみたいな、なんていうの。そういうなんかちょっとこう、色だね。塗ってみると全然印象が違います。あ、でもなんかこの色だったら私、イエベだけど、まあつけられなくはないのかなっていう、なんか微妙な判断がちょっと難しい感じですね。オーバーリップ目に行くことが流行ってると思うんだけど、このオーバーリップ目にするときって、かっちりやっちゃうと、ちょっとこう、なんか違うなみたいな感じになっちゃうと思うんだけど、ちょっとこうぼかしながら塗るといい感じになると思うんですよ。そういう時にこれめちゃくちゃいいなと思って、オーバーリップにする時にめちゃくちゃいいかも。30色あるということで選ぶのが難しそうなんだけど、他の色もちょっと試してみたいからちょっと買ってみようかな。次、はい、次ラスト12点目です。フレシャインの、センシュアルビーガンリップバーム全8種の06番でございますと。リップバームなんですけど、ここにね、書いてあるように、ビーガンコスメっていうことで、すごくお肌に優しい商品となっております。で、06番は、ルストって書いてて、ピンクっぽい色味みたいなんだけど、どうだろう？かわいいけど、結構、どうだろう？塗ってみましょう。あ、なんかすごいしっとり系だな。じゃあこのピンクかわいいね。超ピンクって感じ。良き。あとね、ここキャップが見て磁石みたいになってて気持ちいい。このカチって感じめちゃくちゃ気持ちいい。なんか結構薄付きでジュワンってした感じです。なのでなんか意外とこの感じのピンク感、学生さんとかめちゃくちゃいい気がするな。あとこうパキッとした色味がつけられない仕事をしてる人とかはなんか本当にほのかの色づく感じで可愛いのかなと思いました。で、イエベブルベかっていうと判断が難しい色だね。で、私ピンクね、個人的にめちゃくちゃ好きだから、じゃピンクの口紅って結構ブルベっぽい感じのお色味が多くてですね、ピンクをつけたいですね。なんかピンクを感じたい、口から。そう、ピンクって感じがいいんだけど、ピンクっていうものってブルベっぽいのよ。ブルベっていう色が多いの。なんかピンクですみたいなさ、色をつけたいの私は。でもね、浮くのよっていうので、イエベにつけられるピンク大募集しております。コーラルじゃなくてもうちょっとピンクだと嬉しい。もうこれは逆らえないのかしら。イエベに生まれたからにはもう逆らえない何かなのかしら。抗えない運命。でもちょっとなんかもしイエベにつけられるピンクのティントとかリップとかおすすめあったらぜひコメント欄で教えてください。もう大募集中、こちらまでよろしくお願いします。はい、ということで、今回はこちらの9点メガキットの中身を開封紹介していきました。メガキットとかを紹介してる動画、めちゃくちゃ長く撮ってるのよ。で、3本あった充電が、もう残り1個になっちゃうぐらいには長く撮って、自分の中のこのコスメとか、スキンケア大好きみたいな欲求が、ブワーッと溢れ出すのが、このメガキット紹介。いや、今回もね、めちゃくちゃ楽しかったです。はい、ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったら、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。